湖南湯気駅は岡山県久米郡久米南町下湯気下沖にある西日本旅客鉄道津山線の駅である相対式ホーム2面2線を持ち行き違い設備と木造駅舎を有する地上駅である貨物用の切り欠きホームがある久米南町が保有する駅舎は2番乗り場側にあり反対側の1番乗り場への移動は古戦橋を利用する反対側のホームには待合室がある 便所は、推薦式。駅構内には、町のマスコットキャラクターであるカッパの、カッピーくんにまつわる、様々なモニュメントが設置されている。津山駅管理の簡易宅駅であり、窓口は早朝と夜間を除いて営業。丸スタンマツやポスタンマツの設備はなく、携帯車発起による発見を行っている。2013年11月、旧駅事務室を改装して、 岡山県立誕生寺支援学校のアンテナショップのの花ショップ夢元が営業を開始した。毎週火曜と木曜の昼間に開店し、同校の学生が制作した手工芸品や農産物の販売や喫茶コーナーの営業が行われている。2番乗り場を上下本線、1番乗り場を上下副本線とした一線スルーとなっており、行き違いがない限りは、 上下列車とも2番乗り場に発着する。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。